74号では美脚を昇降させるためのロッドを取り付け、さらに左右フレームと飛行士が乗り込む際のステップを取り付けます。今回付属するパーツです。最初に53号で美脚フレームに取り付けたガードを固定している2本のネジを外して、ガードを一旦取り外します。次に53号で付属したロッドの先端をギアボックスに取り付けたアームの穴に内側から差し込み、反対側の先端を尾脚部分に取り付けたアームに差し込みます。次に一旦取り外したカバーをはめ込み、外したネジ2本で固定します。次に機体の左側面に68号で付属したフレームをはめ込み、右側面に73号で付属したミニフレームをはめ込みます。機体フレームに開いた4つの穴にケーブルを挟まないようにして突起を差し込み、フレーム右側面から突起部分が飛び出しているか確認します。次に突起の位置に合わせてミニフレームをはめ込み、73号で付属したネジ4本で固定します。次にパーツ01の左外板の裏側からパーツ02のステップをはめ込みます。さらにその上からパーツ03のヒンジ押さえをはめ込み、ステップが落ちないようにします。もしここでヒンジ押さえをはめ込んだ時に緩い場合は接着しても構いません。これで74号の作業は終了です。アッシャー。